じてる。どこにいてもつながってると、離れていても同じにはなれなくても、揺るがない真実が一つだけあればいい。回り始めた運命の輪が導いてた世界目指し、どう立ったと思う。この辺で今日のそうですね、サポートメンバーの紹介をしたいなと、はい、思います。おなじみになってまいりました、バイオリンの岩崎武史くんです。はい、この人がいなければユーフォニアスライブは始まりませんギター浅井康雄さんです。まだこの時間だからこんにちはですねこんにちはです。制作にも励みつつ、まあ、あの配信ライブもね、この後もやりたいなと思ってるので、はい、うん、楽しいですね、まあ、なんか毎年、うんうん、ね、やってみたら意外と楽しいよね。そうですね、はい、毎年 の恒例だったね、秋とか の、うん、あの単独ライブも、うん、まあ、去年はできなかったんで、はい、うん、まあ、今年はちょっと考えたいなと、ね、はい、思っていますので、はい、お楽しみにしていただければ。はい、思えたクジラ見てください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。